首都高速道路、首都高は東京を中心とした関東平野の大都市圏を支える自動車交通の要です。高度経済成長期を迎えた日本では、自動車が一般に急速に普及しました。それまでの日本の陸上交通は主に鉄道が担っていましたので、道路はまだまだ発展途上でした。例えばこれは大阪と名古屋を結ぶ国道25号の当初の姿です。自動車が普及した当初の日本では、大都市間を移動するのにもこんなぐねぐねの山道を走らされるのは当たり前でした。日本という国はその全土において自動車を受け入れる準備が整っていない中、大モータリゼーション時代を迎えたのです。急速に増える車の台数に悩まされたのは都市も例外ではありません。徒歩で移動することや公共交通を使うこと前提で設計された街に自家用車が流入してきた結果、都市部の道路はどこもかしこも大渋滞するようになりました。そこで整備されたのが首都高をはじめとする都市高速道路です。首都高はすでに発展しきった大東京都市圏において、できる限り早く路線の建設に取り掛かれるように極力用地買収を避けてルート選定が行われました。ちょうど第1回東京オリンピックの開催時期も重なったため、東京都内を自動車で移動した時の所要時間の短縮は急務だったのです。オリンピックという時間制限が設けられたことで、首都高は河川の上に無理やり高架橋を通してみたり、川自体を埋め立ててそのスペースを有効活用してみたり、車に迫害されて消えていった都電の線路用地を拝借してみたりと、とにかく手段を選ばずにそこに道路を通せればよいという精神で建設されました。その結果、首都高では他の都市部の高速道路ではまず見られないような奇抜すぎるジャンクションが複数建設されました。今日はその中でも特に奇抜な美女木ジャンクションと箱崎ジャンクションをご紹介します。美女木ジャンクションは埼玉県戸田市にある首都高と東京外郭環状道路、通称外環道が交差する地点にあります。普通ジャンクションといえばこんな感じで路線間を乗り移るためのランプが複雑に絡み合っている姿を思い浮かべる方が多いと思います。分岐を知らせる標識が出てきたら、その度に分岐をどっちに進むのかヒヤヒヤしながら進路を選んで、制限速度40キロの急なカーブを曲がり本線に合流する、こういう普通の姿をしたジャンクションしか知らないと度肝を抜かれること、間違いなしの構造になっています。まずは美女木ジャンクションを航空画像から見てみましょう。こちらです。どうでしょう、想像の10倍くらいコンパクトに収まっていませんか。パッと見ではどう見てもただの立体交差で、2本の高速道路間を乗り換えられるような構造には見えませんが、どの方向から来てもしっかり乗り換えられるようになっています。早速現地に向かってみましょう。まずは都内から美女木ジャンクションに向かって北上してみます。美女木ジャンクション950m という予告標識が現れました。外環道へは左方向から分岐すると案内されています。で、この予告標識を越えたあたりから左車線に謎の車列が形成され、ついに左車線だけ停滞してしまいました。どうやら美女木ジャンクションを先頭に1キロほど渋滞しているようです。美女木ジャンクションで接続している外環道はかなり交通量が多い道路なので渋滞しているのもうなずけますが、車列の進み方が特徴的で、少し進んではピタリとも動かなくなり、また少し進んでは完全に止まってしまいます。ようやくたどり着いた美女木ジャンクションの分岐点、ここでしっかり路側にある看板類に目を配ると何やら不審な標識があります。赤字で信号あり注意と警告する標識に信号機ありの警戒標識です。もうだいたい分かってきましたね。こちらの美女木ジャンクションは少ない用地で各方面の乗り換えができるよう、各方向からの車を一点に集めてそこに信号交差点を置くという斬新な手法を採用しています。日本全国様々な形態のジャンクションやインターチェンジがありますので、中には立体交差を作るのを諦めて信号機を設けてある事例が少なからず存在します。美女木ジャンクションはその中でも最大級の規模を誇り、4方向からの車を集めて振り分けるというジャンクションの根幹をなす部分を信号交差点に任せています。それでは美女木ジャンクションの神髄を見てみましょう。やた鉄
都内から美女木ジャンクションに向かった場合、信号交差点は2段階で待ち構えています。まずは戸田入り口、流入ランプとの合流地点、合流地点からジャンクションの分岐点にあたるメインの信号交差点までの間隔が狭いため、入り口からの車両と本線から来た車両の合流地点に信号機が設けられています。合流地点の信号を越えるとすぐメインの信号交差点が現れます。ここが美女木ジャンクションの心臓に設けられた信号交差点です。ここを直進すると首都高本線へ続いています。これは戸田入り口から流入してきて首都高の本線に入る車向けのレーンであり、本線から来た車両が直進レーンに並ぶ必要はありません。次に信号機をよく見てみましょう。この交差点は全て矢印信号で制御されていますので、どの信号機とも青信号を表示することはありません。一般道の信号機と同様、赤信号が出ていたら停止線で停止、矢印信号が出ていたらその方向には進んでもよいのルールに従えば大丈夫です。ただし一部の方向から来た車両の左折については信号に関わらず常に認められています。東京方面から来た左折車及び外環道大泉方面から来た車両については常時左折が可能になっていますので、停止線はありませんし、この方向に向いた信号機には左折矢印がありません。左折かの標識はありませんが、常時左折しても良いという注意看板がありますので、それに従いましょう。また信号機はいつも街中で見かける信号機よりも一回り大きい特注のデカめ信号機が取り付けられています。おそらくレンズ1枚あたり45センチある信号機だと思われます。レンズ1枚45センチということは、その円周はだいたい140センチなので、その辺にいるお太り様よりもこの信号機のレンズ1枚の方がウエストのサイズが大きいことになります。まあ信号機と競っても意味ないですけどね。次に信号サイクルを見てみましょう。首都高を南北に走る車や外環道を東西に抜ける車はこの美女木ジャンクションを通らず、そのまま本線を直進する形になります。直進車が発生するのは戸田インターから流入し首都高北駅に入る場合及び首都高南行きから戸田インター出口へ向かう場合のみです。したがってこの美女木ジャンクションは普通の信号交差点と異なり、直進車をさばく必要がほぼなく、右左折車をさばくことがメインになっており、信号サイクルがちょっと特殊です。まずは首都高東京方面から来た車両をさばきます。この方向から来た車両は左折車を常時通すようになっているので、信号が制御するのは右折して外環道三郷方面へ行く車両及び直進して首都高本線に行く車両のみです。ちなみにこのステップでは外環道三郷方面から来た車両に向いた信号機が左折矢印を出しており、動線の交錯が発生しない左折車を通す形になっています。次に首都高埼玉方面から来た車両をさばきます。埼玉方面から来た車両については左折車も信号機でコントロールしているので、左折矢印が設けられていますし、直進して戸田インターで降りる車両もいるため直進矢印も設けられています。埼玉方面から来た車両をさばくステップでは、まず直進左折右折全ての矢印が点灯します。つまり青信号を出しているのと意味は同じですが、矢印信号による制御では他の交通との動線の交錯が極力発生しないように信号サイクルが組まれますので、対向車を気にせずさっさと行けというニュアンスを持たせているようです。通常よりも大きいレンズの信号機で3方向の矢印が点灯している様子は非常にインパクトが大きく、一見の価値があります。で、今様々な角度からの映像があることから察された方が多いと思いますが、今回矢田鉄気合入っております。4方向から1回ずつこの美女木ジャンクションにアクセスして4回右折させていただきました。ジャンクションには信号交差点を設けてもいい、固定概念を打ち砕くこの常識外れの構造に幼少期の矢田鉄は心を打たれ、このジャンクションの存在を知って以来ずっと現地に来たかったんです。今回その夢を叶えることができたということで、 ETC 車載機が読み上げる通行量の読み上げから耳を塞ぎ満足するまで堪能させていただきました。もう ETC カードの請求額を見たくないところであります。首都高埼玉方面からの信号は赤信号に変わる際、直進右折矢印を先に消灯させて、左折矢印は点灯させたままになります。最後に外環道からの右折車両を同時にさばきます。首都高埼玉方面へ行く車両は少ないため、外環道三郷方面から来た場合右折レーンは1本となっていますが、外環道大泉方面から来た場合には
東京都心へ向かって右折する車が多いことを鑑みて、右折レーンが2レーン設けられています。それでもさばききれないというか、右折後結局右側レーンからしか首都高本線には合流できないので、2レーンある右折レーンのうちの1レーンしか主に使われず、本線まで車列が伸びていることが多いです。これで信号サイクルが一巡します。美女木ジャンクションは周辺を住宅街に囲まれているため、ぐるぐる回るランプを作るための用地が交差点周辺に確保できませんでした。そこで苦肉の策として信号交差点を設けることで、首都高から外環道、外環道から首都高に乗り換える車両をさばく形で無理やり解決。世にも珍しい信号機が必須のジャンクションが誕生したというわけです。ですが実は首都高には美女木ジャンクション以外にも信号機が設けられているジャンクションがあります。早速行ってみましょう。次にご紹介するのは箱崎ジャンクションにある箱崎ロータリーです。箱崎ジャンクションは6号向島線と9号深川線の分岐地点にあるジャンクションで、美女木ジャンクションとは違い、本線同士はちゃんとした立体交差で接続されています。しかしやしかし、この本線間をつなぐ立派なジャンクションの下に、世にも珍しい高速道路のロータリー交差点、箱崎ロータリーが潜んでいます。ロータリーというのは時計回りの一方通行でぐるっと回れる構造になっている道路のことを指します。このロータリーには箱崎インター、浜町インター、清洲橋インターの3つのインターチェンジと、東京シティエアターミナルという羽田空港、成田空港へのリムジンバスが発着するバスターミナル、さらに箱崎パーキングエリアが接続しています。3つのインターと東京シティエアターミナルから本線3方向に接続するランプを個別に設けると、もう絡まったスパゲティみたいにぐっちゃぐちゃになるのは明らかです。そこでこの3つのインターの入り口出口を東西に長いロータリー交差点にすべてつなげてしまい、このロータリー交差点から3方向の本線に1本ずつランプを伸ばすことで、箱崎ジャンクションの構造簡素化に貢献しています。また高速道路には一定の距離ごとにパーキングエリア、もしくはサービスエリアを設けないといけないルールがあります。ジャンクションにロータリーを設けて、そこにパーキングを置いておけば、どの方向から来てもアクセスできるため、一つのパーキングだけで2路線のパーキング空白地帯を解消できます。こんな感じでロータリーを一つ設けるだけで、どこを取っても都合が良かったことから、箱崎ジャンクションにはロータリー交差点が設けられることになりました。早速走ってみましょう。本線から箱崎ロータリーにアクセスする場合には、箱崎インター出口の標識に従って進みます。浜町インター、清洲橋インターはおまけ程度にしか案内されていませんので注意です。今回は6号向島線下り線からアクセスしています。分岐を左へ曲がった直後、どう見ても高速の案内標識と思えないくらいぐるっと回って U ターンを促す案内標識が出てきます。箱崎ロータリーへはここで右方向に進まないといけないのですが、ご覧ください。この安全に合流させる気が微塵も感じられない短すぎる合流レーン。見通しは悪いわ。合流レーンは短いわで、初見殺しもいいところで、ロータリーへ入ろうとする車両とロータリーを回って浜町出口で出る車両と鉢合わせた場合、事故になってしまいそうな構造です。それでは箱崎ロータリーに入ってみます。箱崎ロータリーの周回路に合流する地点には、左手浜町インター出口、正面左手が6号向島線下り線への接続ランプ、お隣清洲橋インターの出口が並んでいます。少し進むと左手から6号上り線からのランプ、その先左手箱崎パーキングエリアの入り口、その真隣にパーキングエリア出口があります。20台くらいしか駐車できないため、2路線分の休憩スペースを担う施設としては明らかにキャパ不足です。すぐに右手に東京シティエアターミナルの入り口があります。少し進むと右方向、都心環状線方面の本線に戻れるランプ、その先にご注目。ここでも高速道路上に平然と信号機が立っているではありませんか。ここは浜町インターの合流部で、浜町インターから首都高に入った車両とロータリーを周回する車両を信号で合流させています。信号機は美女木ジャンクションでも見た通常よりも一回り大きい信号機です。信号機が設けられているのはおそらく浜町インターの合流地点から9号深川線への分岐までの距離が近いためだと思われますが、
じゃあなんでさっきの下り線から合流するところには信号機がないんだって話になるので、ロータリーであるのをいいことにぐるぐる周回する私のような変人に信号待ちという足かせを一箇所置いておくことで延々と回る気をなくさせるのが真の目的かもしれません。深川線分岐を越えたところにある深川線との合流地点にも信号機が設けられていますが、ここは黄色点滅と赤点滅を交互に繰り返すのみで信号による交通整理は行われていません。ロータリー周回車が黄色点滅、深川線からの車両は赤点滅で一時停止が必須になっています。この信号交差点のところでは追意識が左側に寄せられますが、実はここで右手に東京シティエアターミナルのバス専用出口が設けられているので右手からバスの合流もあります。注意しましょう。合流後すぐ箱崎インター出口、さらにその先すぐ箱崎インター入り口が連続で左側に接続しています。箱崎インターを越えるとちょっと長めのストレート、その先6号下り線の合流部で一周です。ジャンクションとインターが併設されている場合に各方面からの出口と各方面への入り口を最低限の設備で整備する手段としてロータリーを使うのはなかなか面白い選択ですね。この箱崎ジャンクションの面白いところは信号機があることだけではありません。箱崎ロータリーにつながる箱崎インターもしくは6号向島線上り線から箱崎ロータリーにアクセスするとロータリー進入部に一時停止規制が敷かれています。ここ高速道路ですよ。ノンストップで走れることが売りの高速道路上に交通整理を行う信号機があるというのも十分珍しいですが、高速道路上に一時停止規制というのもなかなか常識が通じない構造です。しかもこの箱崎ロータリーの一時停止規制は取り締まりのメッカとして有名であるようで、 YouTube で箱崎ロータリーと調べるとその変な構造を紹介する動画と一緒に一定数の一時停止取り締まり動画がヒットします。一時停止地点より前から繰り返し複数回止まれ標識を予告する標識がありますので、見せつけるくらいしっかり一時停止しましょう。ということで、美女木ジャンクションと箱崎ロータリー、首都高の面白いジャンクションを2つ合わせてご紹介しました。高速道路には信号機があっていいし、止まれの標識があってもいいし、ロータリーがあってもいいという自由な発想、限られた用地でやりくりしないといけない都市高速ならではの奇抜な設計でしたね。ちなみに首都高都心環状線の江戸橋ジャンクションにはかつて本線上の合流部に信号機が設けられていたことがありました。現在は残念ながら撤去されてしまいましたが、高速道路本線の信号交差点は見てみたかった光景です。それではまた変な道路紹介でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画がお気に召しましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またメンバーシップにご加入いただくと月々300円からヤタ鉄を応援できて公開予定の動画を先行視聴できるようになります。ぜひご検討ください。ナレーションは小春立花が担当しました。ほなまた。